今日は4時キックオフで栃木で、2位のチームと首位決戦があります。大事な試合なので、これ勝てばとても大きいので絶対勝てるように頑張ります。バスの中でお昼ご飯食べることになります。多分12時から12時半ぐらいにバス移動中に食べると思うんですが、そういうタイミングとかも一緒に乗せていこうと思います。だるいよ、そういうの。これやるキャンドルだ、ほいやれって。
て。もう出発だよ、出発。うん、はい、帰る帰る帰る。そんな感じなの？あ、似てる。めちゃめちゃ負けてる。違う違う、あの、カンタがないので、今日はドデカミンです。ドデカミンビッグです。かわいこぶ、かわいこぶ、私の大好物。絶対かわいい、マジで食いたい、これ。おい、アプリ。洗濯物も干し終わって、あともう寝るだけなんですけれども、今日の試合ちょっと振り返って感想を述べようと思います。2位のチームとの対決でアウェーで勝ち点1を取れたっていうのは、まあ、チームとしても良かったかなと思います。ただ、まあ、個人的に言うとやっぱりこういう緊迫した試合で、点が取れるかどうかっていうのが大事だなっていうのを去年すごい感じたので、去年の地域決勝出た時もそうだし、いかにそういう大事な場面で結果を出せるかみたいなところが大事だなって思ったので、まあ今日に関してはそういう面では本当に悔しい思いがあります。はい、なので、まあ、あと残り3節で全部勝てば自力優勝できますし、しっかりとまた準備していきます。まあ、天皇杯も入ってくるので体のケアしながらやっていきます。体のコンディションもそうだし、心のコンディションっていうのも自分は整えられると思ってるので、自分のメンタルがどういう状態なのか、どういう時に一番力発揮できるのかっていうのを、知って、自分で知ってその状態に近づけていくっていうのをしっかりやっていきたいと思います。僕の場合は、あんまりまあ結果出そう出そうって意識しすぎるとあまり良くない傾向にあるので、まあ、悔しいっていう思いを持ちつつも、そこにを意識するばっかじゃなくて、もっと違うことを考えたりとか、まあ楽しむことっていうのを一番に考えた方が、いいプレーできるので、そういう風に持っていけるようにやっていこうと思います。じゃあ寝ます。おやすみなさい。